はい、ベネクス川越店に来店しました。はい、はい、まず一発目はブルーベリーの飲料パックやっていきます。はい、お願いします。わー、この形か。はい、右奥にやっていきます。はい、結構寄せ厳しめで、はい、次抜けて回してください、はい、シリコンチューブが剥がれた。剥がれた。これチャンスかも。はい、右奥狙っていきます。はい、結構ねじれて、よし、バークロスになって回してください。はい、おお。で、今度は左手前で寄っていきます。はい、右側奥ね、滑り止め剥がれているからチャンスだね。おー、まあできればシリコンチューブもゲットしたいところですけど、はい、今度は右手前ですね。はい、狙っていきます。はい、左手前狙っていきます。はい、右側が、右の奥がもう滑り止めないんで、はい、いくでしょう。はい、ゲットです。ありがとうございます。はい、次はマルちゃん製麺の塩味やっていきます。はい、ねじれは、あ、そこまでなかった、よかった。はい、手前から奥に、おお、あとちょっと平行移動してもらいましょう。はい、平行移動していただきましたので続けます。はい、左手前狙っていきます。すれすれ、はい、回してください。すれすれ、200円でゲット。200円でゲットしますか。はい、今度ブラックコーヒー狙っていきます。はい、右奥狙っていきます。で、横をはめしていきます。はい、これでどうでしょう。あ、はまらず。左手前狙って手前に引っ張っていきます。で、横はめを狙っていきます。はい、うわ、おー、ゲット。200円、ありがとうございます。牛すじ大根の方がいいな。あ、クレーンに高さがある。わからん、全然わかんない、高すぎて。あ、3万もたった。え、でも真ん中じゃない。真ん中いけるかな。お願いします。お、バランスケットした。すごくない、これ、この高さで。これも確実。ポホーンって球落ちたね。はい、ハロウィンの、うまい棒、はい、ゆずさんお願いします。はい、これを手前に落とす感じですかね。手前に落とす感じで、なので真ん中よりもちょっと奥を狙ってる感じかな。はい、おー、すごい、宣言通りのゲット。あります。次は缶ビンドリンク狙っていきます。はい、はい、狙うのはバランスキャッチ。あ、バランスキャッチ。再プレイします。お願いします。あったあった。ゲットでいいですか。すいません、ありがとうございます。はい、ゲット判定になりました。ちょっと角度変えよう、うん、てか位置ずらそう、真ん中すぎるから。バーテからの、惜しいな。左奥で、はい、あ、バーテからの、あ、さらに角度ついた。中心つけなかったけど、よし、下まで入って、はい、よいしょ。ち
ちょっと右行き過ぎたかな、まあ大丈夫でしょう。右手前目やって行けるでしょう。お願いします。はい、ゲットです。ありがとうございます。はい、デカビタ C、 これハイヤーですけどやっていきます。これ回んなかったのかな。うん、よし、入って回してください。おお、あ、少し動いたからいけるね、これは。いけます。あ、パワーマックス台だ。次でいけるんじゃないでしょうか。よし、下までいった。左はもう落ちてるんでね、外側から、はい、回していきましょう。はい。お、入った。おー、ゲット、ありがとうございます。次は午後の紅茶ミルクティーやっていきます。こちらハイヤーですけど、はい、多分右奥のやって回んなかったと思うんで、あえて左手前を、ね、やってみます。はい、おー、変わった。あ、両アームで掴むような感じですね。はい、左奥のやっていきます。はい、あー、結構ねじれる。おお、ゲット。ラッシュハイヤーですけど、多分右手前が入んなかったと思うんで、はい、左奥を狙っていきます。はい、ちょっとどこまでねじれるか、はい、あ、やっぱ結構ねじれた。で、そのまま右にバランスタッチからの横はめ。すごいね。あそこからバランスキャッチするんだね。これアームマックスじゃないんだけど、すごいな。アームマックス台じゃなくてもこんなに持ち上がるとはすごい。うん、ねじれるんで右奥狙っていきます。どうかな。あーった、スレスレ。よし、これで、おー、奥を狙ってひっくり返します。落ちてる、左落ちてる。これダメかな。まあこれはしょうがないでしょう。右奥狙っていきます。はい、よし、爪入ったね。これ大丈夫でしょう。はい、ありがとうございます。はい、ハッピーターン狙っていきます。はい、奥ですね。手前使えば滑り止めないんで、ここを滑らせていきましょう。だから手前、奥から手前にズズズッと滑ってからのワンパンゲット。はい、次は宮田のヤングドーナツ狙っていきます。はい、これも手前に滑り止めの、滑り止めがついてない使えば乗っているので、はい、奥から手前にズズズッと来て、奥ですね、奥をまた持っていきます。で、手前に寄せてください。寄るかな、これ以上寄るか。おー、ゲット。飲み物も多いんですけど、ハイエナも多いですね、今日は。はい、はい、多分右横は無理なんで、左手前にやっていきます。よし、スレスレ。よし、だで、これで右横回せます。よし、はい、で、回してください。はい、ゲットでーす。これどうしようかな。はい、あともうちょっとですけど、右奥狙っていきます。あ、手前行っちゃったかな。けど、ゲットー。はい、よろしくお願いします。チョコパイ、ハイヤーですね、やっていきます。はい、右手前ですけど、はい、もうこれ、これそうなんだけど、はい、お願いします。はい、ゲットです。景品にパスタってのはすごいね。うん、パスタはね、よく食べるのでね。はい、うん、あー、右側ぶつかっちゃうかな。セーブ。左側ものぶつかってんだけど、あー、ちょっとだ。はい、右手前にやっていきます。はい、よし、これ
れで、もうあとつくだけで、はい、いけるので、はい、ゲットです。縦のご飯あんまりやったことなくて、こういうタイプって、はい、バランスキャッチが一番いいのかもしれないけど、はい、バランスキャッチもやってみようかな、はい、右寄せ、あ、結構リーチ広いんだ、はい、いやダチョウクラブかもし仮に200円取ったとしても安いか、超えたから言おうか。マジかー、今バランスキャッチャーって言ったと思ったのに、うん、横で落ちるかどうか、お米不足なんで取らないと、はい、よし、ちょうどで、これ手前から奥に300円でゲット、ありがとうございます。盛岡冷麺やっていきます。で、かけて右奥から狙っていきます。ダーテからの、よし、乗ってる。さらに右奥狙っていきます。越えて、よし、はまった。よし、ここランスキャッチ、落ちたところからでスタートです。はい、左手前狙ってきます。よし、これで手前に引っ張って、あ、またか。はい、奥にやっていきます。釣ったエボ滑り止め効いてないんで、ずずずずっと、はい、ゲットです。はい、次はベリズワイガニのトマトクリームソース狙っていきます。はい、ちょっとこれの高さがあるかな、はい、あ、でもコントロールうまくできたんで、バランスキャッチ、あ、さあどうでしょう、お願いします。お、まあこれはもう確実にゲットなんで、右側も、ね、狙いつつやっていきましょうか。はい、どうかな、あ、意外にギリギリだったからのダブルゲットはならず、クリームソースゲットしました。次はトイレットペーパー羊のショーンやっていきます。これラスイチだ、ね、ラスイチだからいけんじゃん、いけるね、うん、あ、あ、お、はまった。左奥にやってみようか、はい、で、胴体で一回上がるんだよね、はい、おー、スライドさせちゃえば、はい、下まで行くかな、はい、行った行った行った、まあもう次は行くでしょう。お、はい、ゲット、メロメロの下でやってみましょう、はい、右はもう真ん中狙いだね、バランスキャッチ、すごいな、奥いっちゃいない、これはしかも100円で2回つのがありがたい、お願いします。もうちょい手前なのか、はい、どういけるかな、またまた、あ、ギリギリだった、狙ってません、そんなのはそんなの狙ってないよね、狙ってないよ、ありがとうございます。
はい、トライポッドやっていきます。200円。これ何のぬいぐるみだろう。どうでしょう。おラッキーゲット。ありがとうございます。